14番、これは前のマイナス4の2乗を計算、それから8で割る、後ろはこの括弧を外すということで、まずマイナス4を2乗すると416で割る8、これはマイナス括弧マイナスでプラスになって3、つまり16を8割ると2+3だから5、こういうことですね。計算順序は間違えなければ大丈夫ですね。